どうもシルバです。今回は、久しぶりに4の実況をしていこうと思います。何ヶ月ぶりぐらいなのかな。最近トライ G の動画が結構多くて、多分最後に投稿したのがあれですよね、イビル城飢餓だったはず。多分あれを最後に4の動画は投稿してないと思います。なので半年ぶりぐらいになるんですかね。かなり久しぶりの4の動画ですが、よろしくお願いします。どうも。ですねそう、4をやるはやるんでいいんですけど、何のクエスト行こうかなって思っててね、ないんすよ、いいクエストが。コナンダも出てなくて、なんかイベントクエストにはちょこちょこ面白いのが出てたけど、ちょっと時間がめっちゃかかりそうなんで。4ってインターネットでつないでできるようになったから、なんか体力設定とか結構高くなってる気が今更ながらしますねトライジアのに比べると。というわけで、今回は高級新打ち技物のこの何の変哲もない超普通の装備でやっていきたいと思います。なんかめっちゃすごい人とかは、めっちゃてか結構いいお守り持ってる人はこれに挑戦者にとかね、見切りにとかついてたり超羨ましいななんかほんと今更なんですけど、俺知らなくて、4ってなんかめっちゃ強いお守りがあるみたいですね。なんか属性解放3、達人14、スロット2みたいな、もうトライ G では考えられなかったようなお守りがあるみたいで、そう、昔の作品基準で考えると、この真打ち高級耳栓技物っていうスキルはなかなかいいんですけど、そう、良かったんですけどね。なんか4だと別に普通じゃねっていう ような感じだったみたい。何してんの。そうか、そうなるんだった。なるべく壁端来てるラージャには行かないようにしてます。なーに、引っ掛けてんの、汚ねーの。この一応まだ84なんで、ダメージは お手柔らかですね。これでもこれ100になるとやばいっすね。だって100になるとブレスで一撃とかありえるんじゃないかな。なおさらなんか今防御ダウンつけられてるんで、今の当たってたら確実に死んでますね。なんかセカンド G の方が慣れてるから振り向きのパンチな慣れないな。ダメージはセカンド G とほとんど同じなんですよ、この84らへんは。そうそうそう、そこらへんはいいんだけど、やっぱ動きにちょっと慣れてない気がする。音量低かったかな。とりあえず壁向いてるラージャンにはいかないですね。壁向いて回転されると 100% 当たるんで。まあ頻繁に、なんていうんですか、この鬼人斬りっていうんですかね、これ立ち使いじゃないんで。あー、やばい、危ね。今のところで回転来てたら当たってましたね、普通に。あと左後ろ足にはいない方がいい。回転来たら巻き込まれる恐れがあるのすけ。これ当たらない。そうそう、何の話してたんだっけ覚えてね。左手から殴られるんで、大体正面あたりちょっと左いても当たらないんですけど、なんか振り向きとかちょっと慣れないっすね。とりあえず
このエリア狭。なんだよこれ。そういえばなんかあの 4G が10月の11日だったかなに発売みたいですね。なんかウカムールバスがいた気がする。そうウカムールバスはあの好きなんですよ。ちょっとあのなんていうか思い出のあるモンスターで好きなんですけどね。なんかあの最後のムービーで大なづちが出てきましたよね。なんか発音が変だったね。なんか大なづちが出てきてたんですけどあれ大嫌いなんですよ俺消えるモンスターってどんな生態してるんだってね話なんですけど。やばい間違えた。回転じゃねえ回避なんでしなかったんだよ。壁向いてるラーは嫌い。てかこんな手数じゃ84きっと15分ぐらいかかりますね。やばいです。もっと攻撃していかないと。てかセカンド G とあのラージャンの立ち回りがだいぶ違くて、あのセカンド G にあの振り向きパンチとかなかったんですよ。そう基本的にあの振り向きの頭狙いで行ってたんで、そうあのでダメージ稼いでたんで、なんかこんな全身をボコボコに切りまくるっていう立ち回りはちょっと慣れないですね。なんで弾かれる。おかげでこんな風になっちゃったよ。グレート飲んでおきますか。うんうん、そうそうそう、だいぶ思い出してきたぞ動き。一応リハビリ2日目ぐらいなんですよ今日。ちょっとやってるんですよ最近最近、うん、1日2日前あたりから。そうなんでちょっとあの少しは思い出してきたかなって感じなんですけど。まずいな、まだ俺白ゲージじゃん。まあラージャンはねあの楽しいと思いますけど、ちょっとヒットストップが多いから危険なんだよね。血が血の出る量が多い。あーちょっと押しすぎたか。うーリムキパンチマジうぜえ。これちまちまグレート飲むのもなんか鬱陶しいな。でもみっともないとか。今のも危なかった。なんで正面から立ち回ったんだ俺は。こんなチャンスがあれば持っていけるんですよねここまで。うん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 、そうどんどん攻撃してった方がいいなそうちょっと久しぶりの実況楽しいですね。高校入ってからちょうど学生の壁のテストがあったんですよあれめんどくさいっすね。言うまでもないけど、なんか社会にも高校行くと、中学までだと歴史と地理じゃないですか。高校行くと世界史 B ん世界史 A B 現代社会とか言ってわけがわからねえ。分ける必要ねえだろっつって。はい、切れ味アップ持っていきたかったっす。やめて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 。そのよっちょこっと動いてうろって削れるのやめようぜ。死にそうピンチ。壁やだな。さっきよりもエリア広いから借りやすくはなったけど、ちょっと攻撃しすぎましたよね今。うん、そう溜めたいから攻撃してしまうんだけれども、これで回転が来たらやばい。なんで食べられるねん。てかなんか空いてるんだけどここ隙間がなんなんこの隙間。オルタルスの隅かとか言ってそんな設定いらねえ。これこっち側なんか間合いがちょっと難しくなりましたよね。
そう、なんかちょっとあの微妙にハンター2人分ぐらい離れてると何振り向きパンチが当たったりっていうね、嫌な感じになるんですけど、ごめんなさいね、下手くそで。ちょっともう一回、なんかもう1週間ぐらい練習したらまた動画投稿したいな。うん、いい、武器とかね、そのお守りがあること知ったから、なんていうんですか、リタマラっていうんですか、お守り。シナト村にいる坊やにちょっと頼んでるんですけど、お守り強いの出してって。そう、生肉を意識せよ方法で。ね、全然出てこねえ。何してんだ、坊ってね、毎回思ってますけど。うざいですね。でも不思議なあれですよね、システムですよね、お守りがなんか作れるっていうのは、なんか今までのモンハンにはない。なんか今のもね、横切りしてからの新モーションのやれや、さらに手数稼げただろうお前って思うんですけど、やべえ方2回必殺よ。そう、なんかそういうのも慣れてたらきっとできるんだろうな。壁向いてるら嫌だからすぐに離れる。ほらね、やっぱ回転する。何してんの、おいおい、お前もうちょっと今左アナログスティック入れたら、なんで正面から立ち回ったんねん。操作性は Wii U に、なんか出てきたよ、おい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 、ピンチは煽るなよ。せいせい。そう、で、もともとはあれですよね、高校のその話をしてたわけなんですけれどもね、めんどくさいですね、現代社会とかね。国会のこととか今やってるんですよね、わけがわかんねえ。なんか衆議院議員とか参議院議員がどうのこうので、なんか10日以内に何か提出しないといけないみたいな、よくわからねえ。今の説明で何かわかった人きっと一人もいないですね。そうで、現代社会が赤点で、現代社会だけ、そう、それで、あれですね、もう、めんどくさくなって、補修日にもう一回行ってとかなんかやってたら、ちょっとあっという間にね、日が過ぎていってしまって、動画投稿ができなかったわけなんですけれども、ね、皆さんもね、しっかり勉強して、国会のこととか学ばなきゃいけないんですかね。あんま関係ない気がするけどね。これからの人生、俺が政治家になったら、なんか不思議ですよね。あのゲーム実況の人が何やってんだ、それで選挙とか言ってあれですね、そう、かつてのシルバさんの人に一票とか言ったら嬉しいけど、切り下がる基本的ラーちゃん、なんでボケてんのカメラ、おい、今一目見たけど、ちょっとボケてね。申し訳ないです。このカメラちょっとサボってますね。いつからボケてたのお前。動画の最初の方からボケてたらまずいじゃん。ちょっと一回離れようぜ。ああ、おい、治るのかよお前。反抗期ですね。ちょうどいいや、とこ。いやマジ申し訳ないです。あれ動画のなんだろう、最初のもうラージャンと戦い始めて最初の方からピント合ってなかったらなんていうことになるんだこの動画。でい、ところで今日は東京雨なんですけど、曇りの予報だったのになんかずっと雨降ってんだけど、なんで晴れる予報もあったんですけど、全然晴れるどころか雨が降ってる。で昨日はカンカン照りでめっちゃ暑かったんですよ。そう、久しぶりになんかめっちゃ暑くなったわーなんつってたら、なんかもう今日も超風がヒューヒューして寒いじゃん、気温差ね。え、まさか寝てるの、うっそでしょ。嘘だよね、嘘だよね、嘘だよね、うん。ええ、
本当に？ちょっと、なんかマジで？そんなに体力削ってたか？いや、なんか嬉しいのかな？でももうちょっとやりたかったな。最近レベル100のあのラージャンでちょっとなんていうんですか、練習っていうか、まあレベル100ラージャン結構ガチ狩りなんですけど、そう、それに比べたらかなり体力が少なかったんでびっくりしましたね。おって、なんか900個あるのになんで受け取ってんのか。そう、ハンマーのギルクエなんでね、なかなか84だといいのにいませんね。あれ86だったかな、これ確か80過ぎると1しか上がらなかったんじゃないでしたっけ。なんか早かったですね、思ったたより100のラージャンに比べるとすごい早かった。なんかあんまりね、面白い動画になったか分からないですけど、とりあえず最近4で遊んでるんで、よくラージャンの部屋建てて、よくっていうかラージャンの部屋建てて遊ぶと思うので、もし見つけてね、見つけてくださった方はいらしてください。ぜひ気軽にラージャン借りましょう。そう、レベル100のラージャン一応持ってるんで、そう、これですね、100ラージャン。ん、あれ何も映ってないぞ。こうやんのか。そうそう、はい、これ最近よく買ってるんで、よろしければ一緒にタチとか体験、強いの出しましょうよ。そう、強い武器が欲しい。なんかこれ強いのかな、弱いのかよくわかんないけど、まあでも割といい立ちだとは思うよ。白ゲージ長いし、会心最初から10あるしね、うん、そう。でも一回なんかあれですよね、レア7の強い武器を一つは持っておきたい。そう思って、はい、ギルクエラージャン100やってます。というわけで、また次回、何のクエストいくか分かんないですけど、なんか面白いクエストが見つけたら、撮影しようと思うんでよろしくお願いします。ではさようなら。